得点が出ようかと思いますが、その前に森尾舞子選手の床運動が始まります。森尾選手の床運動もとにかく全日本のチャンピオンでありますので大変定評がありますが、はい、中国の選手と一つ比較してご覧いただこうと思いますが、森尾選手が15歳になりまして、これから国際大会どんどん出られるようになってきましたですよね。はい、そうですね。何が課題でしょうね。やはり美しさですね。あ、そうですか。ゴカニ選手は 9.70 です。ゴカニ選手の女子の初優勝が決まりました。ゴカニ選手優勝であります。ウ・チャーニー選手の優勝であります。曲が早く始まってしまいましたね、はい、頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね。最初のタンプリングがムーンサルトですから、はい、よくご覧になってください。アジア大会ではちょっとそのムーンサルトが決まりませんでしたね。そうでしたね。最初のムーンサルトにご注目ください。やった。まずまず場内からも拍手が起こりました。森尾舞子選手です。森尾選手はこれで 9.9 以上出しませんと3位入賞はできません。すでに豪華に選手の優勝が決まっています。一番苦しいところですが頑張りました。本当はそこは1回半ひねりから1回ひねるんですけど、はい、蹴れなかったから宙返りになっちゃいましたね。なるほど。この辺がいわゆる音楽のテンポが変わりまして、まあ、女性らしい美しさ表現力のところでありますが、またテンポが速くなりました。森尾舞子です。15歳になりました。1m38cm31kg、 全日本のチャンピオンです。もう少し上体の動きを研究してほしいですね。上体の動きをね、はい、はい。さてこのタンプリングは2回中は決まりました。抱え込んでの2回宙返り決まりました。森尾舞子選手終わってにっこり。サンプリングは強いですね、はい、技的にはもう中国の選手と比べても遜色ありませんものね。どちらかというと、舞子ちゃんの方が強いんじゃないでしょうか。これはおそらく最初のムーンサルトのところだと思います。アジア大会ではこれを失敗して外へ飛び出してしまってましたですね。そうですね。今日も少し着地を突っ張ってるんですけれども、はい、ここで手をついてしまったんですよね。そうですね、まあ、この辺はあの床の下のあれもあるんでしょうね。硬さと言いましょうかね、向こうは柔らかいですから、はい、あの着地をした時に跳ね上がってしまうんですよね。なるほどね。まあそれにしましても大変楽しみな選手が体操界にも誕生したものであります。そうですね。